こんにちは、ぼやチャンネルです。本日取り上げるのはこちらです。はい、ソニーストアの大きな箱に入っておりますが、もう察しのいい方はこれが何であるかお分かりになるかと思うんですけど、早速開けてみたいと思います。はい、私は今回プレイステーション VR を購入いたしました。はい、前にプレイステーション VR に関しては少しお話ししましたけど、その時点ではこのプレイステーション VR を実際に買うかっていうのはちょっと迷ってたんですね。で、私も今30半ばですけど、まあファミコンからスーパーファミコン、プレイステーション、プレイステーション2、3、4と、まあ、ゲームとともにお年を重ねてきた世代なんですけど、まあ最近ちょっとゲームがあんまり面白くないというか、ちょっとねあんまりこう進化を感じさせてくれるものがなくて、ちょっとゲームから遠ざかってたんですけど、でこのプレイステーション VR を体験回答で何回か体験してみて、これは久々に面白いものだなと、ゲームの楽しさを久々にこう思い起こさせてくれるガジェットというか、そういうふうに思いましたので思い切って購入しました。で、まあ運よく購入できたといった言い方ができるかと思うんですけど、購入できましたので皆さんにご紹介したいと思います。それでは早速開けてみたいと思います。すごく楽しみにしてます。はい、まずはこれですね、説明書、クイックスタートガイドというふうに書いてあります。はい、まず電源コードですね。電源コード、はい、これはプロセッサーユニット入ってますね。これは何でもその映像を制御するものではなくて、音声を 3D 化するのにまあ必要なユニットというような説明がされてたかなと思いますが、そのユニットになります。中身には AC アダプター一式とイヤホンが入ってますね。私おそらくこのイヤホンは使わないかなと思ってるんですけど、まあイヤホンが入ってます。で、これがプロセッサーユニットですね。こちらの方にプレイステーション VR を接続することになります。はい、HDMI ケーブルが1本入ってます。で、こちらがプロセッサーユニットとプレイステーション VR を接続するケーブルになります。はい、そして今こんな感じになっておりますが、いよいよ本体がお出ましになります。はい、そしてこちらがプレイステーション VR 本体になります。いや、やっぱうちにあると思うとすっごいワクワクしますね。このサイバー感漂うっていうか、すごい未来感が漂うデザインになってますけど、ちょっとかぶってるのは恥ずかしいんですけどね、旗から見るとすごい間抜けに見えるんですけど、うちにあると思ってやっぱりすっごいワクワクしてきましたね。テンション上がってきました。で、まあ重さが 640g 程度だったと思うんですけど、すごい軽いですね。めっちゃ軽く感じます。
私、まあ、実際に持ったのは初めてかもしれないですね。体験回答ではお姉さんの方がつけてくれたので実際に持つのは初めてですけど、すごい軽いですね。で、中身がこんな感じになってるんですけど、お分かりになりますセットアップも完了して、今これで簡単にゲームをやってみたんですけど、いやーやばいですね。すっごい面白いです。でやっぱり横を向いてもこう後ろを向いても360度フィールドが広がっているので、本当に自分がそこにいるような感覚といいますか、すごく不思議な感じがしました。でこう今までの家庭用ゲームというよりかはゲームセンターの体験型のゲーム機をやっているような、そんな感覚に近いかなというふうに思いました。でやっぱり今までの自分のゲームスキルが全く役に立たないといいますか、今までのゲームの感じと全然違うので、またVR のゲームスキルを高めていかないといけないなというふうに思いましたね。でやっぱりゲーム好きな方はこれ買った方がいいと思います。安定供給されるようになったら、これ本当に買った方がいいと思いますね。すっごい面白い体験ができると思いますので、おすすめです。はい。で、今日はこれの開梱の模様と、セットアップの模様を簡単にお伝えしました。で、次回はまた違うゲームの模様とか、これのシネマティックモードのご紹介なんかをできればなと思っています。はい。それでは今日はこの辺で、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。